前回ね、あの企画会議っていうのをやらせてもらって、すごくいろんなアイデア出てきて本当にありがたいなと思う限りで、今回は、J リーグって我々所属してたでしょ、選手として。 J リーグのやっぱり掲げるものってサッカーファミリーってよく言うじゃん。 J リーガー、 J リーグチームの選手と監督を使ってしりとりをしようかと。また時間でいきます？15秒はちょっと短いの で45秒にしよう。45分ハーフの OK、 じゃあ45秒でいきます。前回しりとりで結構ね、あの好評だったので、J リーグに所属する選手監督名でしりとり。佐野さん、はい、忘れてはいけない、前回好評やったのは正直しりとりの内容うんぬんじゃなくて罰ゲームの方ですよ。鼻デコピン継続でいきます。結構痛いからね、あれね。はいよ、絶対鼻デコピン継続で。じゃあサッカー選手しりとり誰からいけますか？挙手お願いします。はい、じゃあ僕からいきます。え、監督もいいんだっけ？監督も OK です。日本だけよね、 J リーグよね。 J リーグだけです。昔の選手もいいの？ J リーグに今まで在籍したサッカー選手、うん、監督、コーチ、どっちかの名前だけでもいいの？2人が分かれば OK。 1人でも分かんなくて、それ分かんないって言ったらダメ。極力フルネームってことね。45秒シートですね。レディーゴー。ポゲッチ。俺？はい。千田海人選手。戸田選手。戸田。ダニーロ。ロー、うん、ロクタンユージ選手。おー、いいね。ジーコ。コ、コージ高野ね。うんうん、コージ、うん、いやー、ないって。これ放送事故じゃ大丈夫？これとりあえず鼻デコピンしてください。マジで言ってんの？素振りするわ。今チェックしてます。行くよ行くよ。大丈夫、近くでやんなくて。音聞こえなかったらもう一回お願いします。これ面白い。自分でってとこがいいね。次の罰ゲームじゃあこれがまた発表していいですか？あ、どうぞどうぞ。鼻デコピンで。いいじゃない。でもこれ最悪右行った後左行けるからいい。そう、まだね、まだ逆行けるからね。うん、連チャンだった。じゃあ第2ラウンドテンポ上げていきましょうか。そうだね。じゃあ俺から行くよ。はい、じゃあ行きましょう。レディーゴー。キン・ジョンソン。ンドカ・ボニフェイス。んで続いたな。鈴木隆之選手。隆之？き。ヒローラン、ない。おお。もう終わるよ。終わるよ。ん？ルムーナがおる。いるいるいる、いた俺。え？マジ？誰？ルいるいる。ルーやで。うん、いる。これ終わったの？ル？えいやいやいや。言っていい？誰？ルーカス・ポドルスキー。ああ、すげえ。ルーカスおったやん。ルイ・ダモスもいる。ダモスルイやろ。ダモスルイおりゃん。はい、伊沢くん、自分で言った鼻デコピンの時間です。よろしくお願いします。怖いな、これ。いきますよ。強いやついきますね。ただの話に何か言えるシリーズやめろ。ああ面白い。じゃあ同じルールでラスト1回でもうライトも洗ってもおしまいということで、45秒シフトに負けた人は鼻出てくる。いいテンポでいきましょうか。
じゃあ伊沢君からお願いします。レディーゴー。杉本健勇。うん、か、梶良選手。うん、いっぱいいる、いっぱいいる。いっぱいいるじゃん。内田篤人。戸田選手、戸田。ダディーノ。もういいね。ダニール。もういいね。コーチだからね、オッケー。あ、通訳ね。ロクタン。んどかボニフェス。つ。あぶね。鈴木大輔。マジかよ。え？今回の動画の締めということで、水本選手に花ピンしてもらって今回は終わりということで、それでは水本副リーダーお願いします。じゃあ次こっち行きますか。素振りしないでもらっていいですか。で素振りでもしかも当たってるから素振りちゃうし確かに。行くよ。お願いします、うん、はい、ということで今回はここまでということで、ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。